名古屋をもてなしる招待人間祭のトーガと申しまする夏にございます。武将の方々をお尋ねするため出津浦賀の戦場を東へ西へ我ら縁の下の力持ち名古屋をもてなしする招待人間祭隊よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ我ら名古屋おもてなし部招待が、はい、何故こちら加賀の国は石川県安比田真っ当店におるかと申しますと、はい、こちらはい、なんか出てまいりますと、お待ちくださいませ。はい、はい、はい、じゃあ安比田真っ当店で行われております愛知名古屋フェアの援軍にやってまいった次第でございます。さようにござりまする。はい、こちらですね、はい、物産展という形で愛知名古屋の美味しいもの、さらには物産を餃子集めてまいりまして、はい、あちらのサービスカウンター前で絶賛好評開催中でございます。はい、さようにござります。皆様にはですね、この物産という形で愛知名古屋の魅力楽しんでいただきたいと思っておりますのでね。はい、さあ皆様ぜひともこちらもお越しくださりませ。そしてこれからは我ら名古屋おもてなし部招待の演舞でござりまする。はい、こたびは前田利家様、加藤清正様、前田慶治様と有名な武将様お三方お越しいただいておりますので、皆様と共に我らの演舞楽しんでまいりたいと思いまする。はい、では演舞で見て、そして物産展で食べて楽しんで、あと楽しむといえば、はい、体験して楽しむ。さようにございます。これで皆様もう名古屋の魅力は存分に楽しめるかと思いますので、はい、体験する方法ちょっとなっちゃん教えたって。かしこまりました。決勝はチラシ送りの行くか。かしこまりました。トーマさんがあっておいしいのたくさん教えてくれますからな、お楽しみにお待ちくださいませ。その前に勝ち時でございまする。勝ち時と申しますのは戦勝祈願、勝ち戦を願ってあげるものでございまして、右手の拳をえいえいあーえいえいあーえいえいあーと三度あげるものでございます。皆様方にはおーというところを一緒にやっていただきたいと思っておりますので、元気な声でよろしくお願いいたしますね。さあ勝ち時の前に業務連絡でございます。はい、本日9日土曜日、はい、アフター本気肉の市でございます。さあお肉が安くございますので、皆様、はい、塩分の後はお肉をお買い求めくださいませ。かしこまりました。はい、ではお腹を空かせるためにも勝ち時やってまいりたいと思います。勝ち時まいりますか。ぜひ皆様右手のご準備いただいてよろしいでしょうか。さあグーにして上に上げてくださいませ。ありがとうございます。後ろの皆様もぜひとも、はい、一緒にやってくださいませ。ありがとうございます。では永遠に続いて、おこれ3回繰り返しますぞ。はい、参りましょう。みんなの勝ち時じゃっされーえいえいあーえいえいあーえいえいあーありがとうございます。我らの演舞最後までお楽しみくださいませ。我ら名古屋おもてなし部招待は400年前よりよみがえりし門の集団、本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神性お届けする所存でございます。世は大平だ、その暮らし楽にある、民は必死に生きております。その様は400年前戦国の世と何も変わりませぬ。故に方々はよみがえる。
改めて我らが名古屋おもてなし部署大社こたびはここ秋田まことてより参陣いたしまことに大義でござる。して芦前田利家の名を知ったのは手を挙げよ。いや話あげとけあげとけ知らぬ者はおらぬはずがない。小さな輪っかにはとなりの者が教えてやれ。この黒い方はな昔この国を治めたんじゃ。さよう。ここ加賀の国はわしが400年前に造り市町なんじゃな。して、我ら名古屋おもてなし武将隊とこの名前を持ってここに来たわけじゃが、我らが名古屋というのは実はわしの生まれた故郷でもござる。そんな故郷を周知いたすべく我らは毎日名古屋城に土壌いたし港交流を図っている次第。 名古屋城ですなんやっておるものを見せ、名古屋の周知に、あと参じたわけじゃが、早速、こちらの一番槍を我が追いに務めさせたいと思うゆえ、掲示行ってまいる。では早速、伝えてまいりますが、まずもって皆には聞いてまいりたいが、名古屋に来たことのある会やか。どうじゃ、来たことあるよ。お、結構おるわな。お、あちらに。お、じきを知っとる会員っていうのが分かります。おうじゃんな。わし、おうおうおう。これ、おまんの映像、ありがとさんじゃ。ありがとさんじゃ、おろしよいぞ。神なので、やはり、パーティーがお好きに会いたかったみたいにございますが、この名古屋城、我々は拠点名古屋城の見どころはこちらに、実はこの後ろにな、お女性がございますが、名古屋城本丸御殿っていうのが、来年の6月6日に、 公開される。全然完成いたすわけございません。もうすでに本丸御殿見たことあるよということ。ありがとうございます。こちらでまだ俺のものも多いよな。しかしながらこの手を挙げたものも抜いてきてほしいわけでございます。そうじゃね、なぜかと申しますると、まだこれ完成しておらんぞ。お、はい、先ほど申したとおり来年完成なので、ぜひともこれに合わせて来てもらいたいわけでございますが、名古屋城本丸御殿は金沢城に本丸御殿あったじゃないですか。お、お好きな入場したから 燃えてしまって、今は作り直して立派な金沢城天守はないけれども、はい、非常に立派な石垣も残ってございますが、この本丸御殿の金沢城もなんか復元するための手がかりが出てきたみたいな最近。しかしながら復元ができるのだな。写しがないから金沢城の、しかしながら本丸御殿は写真が増えてることです。ということで 復元ができるんじゃ。刑事の持ってまいれ。いや、手頃な娘がおったので。確かに我らから見たら、私は娘になるわけだな。娘というか孫、孫の孫の孫にあたるわけじゃ。しかしながら、今先ほど申した刑事の写真、孫をしたが、写真を撮った理由がござるんじゃ。俺は何を隠そう、国宝第一号に指定されたからだろうな。昭和5年、1930年、日本で初めて国営が選ばれたのが 名古屋城本丸御殿である。故に現世の長さ寸法でもって全ての詳細な図面をはっきり残したがために今全く同じものを作り直すというようにございます。そしてそれが10年の歳月をかけて150億円くらいで再建いたしておくわけでございまして、武者にとっては大きな金額の仕掛けれども、我らが時代押し切らればポンと。本当じゃな。彼らのわしの約万石というのは今の国家予算よりも上じゃ。 簡単にも指一本でポイと出せるぐらいと。カナダから強気です。しかしながら150億円という金額も、実は名古屋の民、そして名古屋市が協力をして募金を募った集めた金なんじゃ。民の金で故に南々の金を集うて南々の力で建てた建物なので、 名古屋のものの皆の思いも組んで建てられた建物なんじゃな。ぜひ見てほしいな。思いも背負って見てほしいという次第。さらにお本丸御殿の時にあるんです。この冬はお祭りも名古屋城開催いたします。12月の23日より名古屋城冬祭りという催しが開催されます。して見どころというのがカウントダウンでございます。本来 城で年越しをするというのは皆経験がないやもしれんけども、我らもそのカウントダウンに参戦いたして演舞をお届けいたすと。してそれ以外にもチームシャチホコというアイドルも出演いたして皆で盛り上げて年越しをいたすと。そしてそこの主
年越しはどうする予定だ。まだ決まっとらん。やれば名古屋城でカウントダウンで決まりじゃんな。今新幹線もな開通いたしてるので、すぐに着くぞ名古屋も。宮根、ぜひとも年越しは名古屋城でやってもらいたいと。して、東馬や他にも名古屋城、1月1日もまだ何かあると。はい、大変でございます。まだまだございまして、天守閣初日の出、新春名古屋城、初開門名古屋城、大盤振る舞い、火曜日夏日配布、本番の演奏、新春国も公表演奏、東京名古屋城って超大変で、いやー、材木を感もつれずにずっと連れてくれるときに全く何言うとかわからない。ではちょっと3つの絞りますので、たくさん催しがござるけれども、その中の特に3つ、初日の出、これ名古屋城の天守閣から初日の出をみんなで望もうという催し、そして初日の出の後は初開門、名古屋城をブギャンと正月から開けて皆様に大盤振る舞いと題して、1月1日は茅の実ナスクの配布、そして1月3日か3日まではお菓子や餅の持ち投げ、貸し投げがございます。ここ尾張名古屋の地では持ち投げ、貸し投げというのは祝い事にやるものなんで、上に皆で、幸せの裾分けとして、皆でな分かち合おうというこういう催しなので、ぜひぜひ新年のめでたい名古屋城に、めでたい我らと共にぜひ年を越して、さらには新しい年を迎えるではないと、こういう試合をただで貸してもらえる。さようじゃな。そしてまだまだ今名古屋城のことばかり言うておったけれども、はい、他にもたくさんな、進めの場所がござる。例えば私が一番進めておるのは東山動物園。おお、あ、東山動物園知っとるよというもの。これかなり有名だぞ。さようさよう。いや、この動物園は従来の動物園と全然違うんじゃ。あ、どういうのに。まあ、我らが時代に合った動物がな全然おらんわけだな。あ、ものすごい珍しい。よし、半年も経ったので異国の動物いっぱいにございます。またその中でも症状ゴリラというのがおるわけだ。はい、ゴリラの中でもなシャバーニというなエロいイケメンゴリラと呼ばれてるんです。すごいです。相談さんに500人集まります。そうじゃ、全国から。だいたいゴリラというのがおるこちらの柵の中は、はい、このように、上にな大きな窓があるんだけど、はあ、ここにこのシャバーニがこうやって居そうとか、ちょうど足のような、あ、おじきがシャバーニですな。だよ。そしてここに小さな、ゴリラたちがいっぱいおるんだ。あ、こいつらがなよく喧嘩するんじゃ。ここで睨み合ってな、いがみ合ってまだシャバーニは動かんのじゃ。ずっと見とるからな、こうやってな。しばらくするとこの二人が叩き合い始めるわけじゃな。あ、叩き、自分も叩くじゃないんだ。お互い相手になるんじゃ。はい、ここでようやくシャバーニが動き出す。足をポーンと出すんじゃ。そうするとピカッとなってみんなちっちゃくなってしまうんだな。このぐらいにえらいかっこいいゴリラがおるな。さよう。いわゆるボス、ボスというやつやな。何ボスがおるんだ。何ですか。なんじゃ。人をやらすんですか。何人。すごい苦しい気持ちが。まず武将隊5人全員ゴリラになる。ゴリラになる。初めてです。我らは動物園も再現です。劇団武将隊です。さようじゃ。他にも、我ら武将にちなんだ名前の動物がありますよ。例えばこの先ほどシェフ様がおっしゃったシャバーニの息子セガリが、そちらと同じ名前、清正中です。そちらも自分自身やったと思います。あ、ごめんございます。待て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 。お、なんか刑事もいます。あ、最近話題でござるな。刑事はどんな動物。いや、セガマザルと申しまして、ね、あ、知性を挙げて有名にございます。お、セガマザルと申してな、えらい暴れる。なんか変な音が混戦しような。大丈夫か。おわしの規制ですかな、これ。あ、これよりももうちょっと聞こえのいい高い甲高い声の規制が聞こえるので、南の東山動物園ですよ。でも、あれですよ、規制を開けてるわけじゃないです。何だ。求愛をしております。あ、そうなんじゃ。ちゃん好きな女子がおりまして、名前を松と言います。松は真っ白い。ちょっとややこしくなってくるから、この話、おいでこ、この名前を呼び捨てにするか、おじきとおばあ様のことじゃなくて、わしではなく、加賀の民が怒るぞ。そんなことないな。なめくらますないな。いやいや、どういうのを求めるな。まずね、味方をするな、お主も。やめてくれ、ありがとうさんじゃな。どっちかというと、あまり甘やかさんで言え。どっちかというと、マツが話されちゃったですよ。幸せいいな。マツというわしの妻の名前も動物園の動物についておるから、ぜひぜひ見に来てくれと。あとは従来の動物園と違って距離感が非常に近い、はい、例えば
我らは今舞台一段上がっておるけれども、我らが例えばこれ一段降りたとしよう。そうすると目線の高さがみんなと同じようなものなんだ。動物園東山動物園はこのような感じで見れるわけじゃ。みんなと一段降りて同じ高さで見ることができる。みんなと一段降りて同じ高さで見ることができる。夢に距離がえらい近い。例えばこのように握手なんかもできるぐらい近いわけじゃ。実際握手できるんですか？実際握手してるのはそれぐらいに近いわけです。それぐらいに近いわけです。そして握手をしたこの子は 将来金持ち間違いなし。何をですか？なぜなら私が100万石の定まり。やったなやったな。私すごい笑顔です。これ大好きだよな。わったの。他にも多分なえー、わしと握手をしたいもの刑事郎と握手をしたいもの清正と握手をしたいもの、おったのはな、はい、ぜひぜひこの後我らは名古屋フェアというのをやっておるのと、こっから 南から見て後ろ手側、右手にずーっと行ったところ、ライブジラ側から見て右手にずっと行ったところで、我がふるさと名古屋の味をたくさん用意して持ってきたので、ぜひぜひそちらも参陣いたしてくれ。我らもこのままおすすめ何かありますか？おすすめはな、この時期なんといっても味噌煮込みうどん、あと高いです。なるほど。あとはカレー煮込みうどん。 カレーは香川でも有名です。さようじゃな、金沢カレー有名だけども、もう一つはあんかけスパゲッティ。からの、きしめん。からの、これ。からの、来て、食べて、してくれ。ということで、以上でございます。仕切りです。そして、我々、このままここにおると、みんなな、だんだんなんか、ちょっと違うな。 どうされました？何か、もっと何かいろいろやりたいなっていうものたちが今ざわざわしてきたので、はい、この辺でからくり機にてな撮影会を行いたいと思うので、これよりは写真撮影の時間じゃ。いいよ。ということで、我ら真ん中に陣形を組んでまいるので、からくり機、写真機を持っている皆々を構えて我らを存分に撮ってくれ。では、こちらから陣形を組み10数えてまいります。 では、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、しまいじゃ。 ありがとうございます。今からくり機を持ってないものがこうやって手で、やってくれたのに、ただのものは優しゅうございますが、心に焼き付けてくれたので、ぜひぜひな、みんな、これでしまいではござらん。心持ちには我らは移動いたして参上いたすので、ぜひそちらの名古屋フェアブースなるところにもな、足を運んでくれ。そして、我らなおやおもてなし部署隊は、足を生まれ故郷名古屋で、 そして名古屋城で皆を常に待っておるので、高野民もな、ぜひわしが生まれたところを一度見に参り、我らはいつでもこの城をもてなし歓迎をいたすので、皆と名古屋城で会えるのを待っておる。皆の衆、本日は誠にありがとうさんじゃった。明日もこの場所で我らは援護を行う上、またをさらば。